高木英二は、日本の俳優である。本名、高木英二大地はほほえむの主演、審判大岡生団、織田信長の助演で知られる。1896年12月28日、兵庫県神戸市に生まれる。東京に移り、旧姓、江原中学校に入学、同校を卒業し、旧姓、早稲田大学予科に進学する。 同学予科を終了後の1916年、単身アメリカ合衆国に留学し、1918年に帰国する。1920年、神戸に帰って、ドイツ系資本の高級ホテル、トアホテルに勤務したが、1921年、東京に戻って、小畜蒲田撮影所に入社、満24歳の頃から俳優生活を始める。 関東大震災後の1924年4月、日活京都撮影所第2部に移籍、同年5月1日に公開された、溝の口健次監督のゴミ境、同年6月20日に公開された、同じく、七面鳥の雪江で主演クラスの助演に抜擢され、注目を浴びる。1927年7月22日に公開された、木藤茂監督の稲妻では、 高木が書いた原作が採用され、主演もこなした。時代劇にも出演し、伊藤大輔の審判大岡聖団シリーズでは、ガム・ヤスシケンを演じた。1928年、女優の山下ス子と結婚する。1932年2月に、奈良に設立された、布告映画に遺跡、情熱の鳩場に主演し、女性、バラエティで、監督としてデビューしたが、同社が、 同年6月に解散したため、日活渦ず撮影所に再入社、時代劇俳優に完全に転校する。1933年1月14日に公開された、片岡知恵蔵プロダクション制作、伊丹万作監督の、非正北までは、片岡知恵蔵を相手に、最後の賭博勝負をかけるサメの正五郎役。 同年6月15日に公開された山中貞夫監督の万学の一生では地主佐兵役を演じ健在ぶりを示したという。1934年には東京に新設された現代劇のスタジオである日活玉川撮影所に移動する。満45歳になり、1942年3月7日に公開された田口明監督の将軍と参謀と兵を最後に、 出演記録が途絶える。以後の消息は不明とされていたが、朝日新聞1943年12月16日付の新聞にて12月14日に動脈硬化症のため東京吹田摩郡調布町の自宅で死去したと報じられている。毎46歳没。告別式は同年12月18日に自宅で行われた。特筆以外すべてクレジットは 出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代。すべて制作は、松竹蒲田撮影所、配給は、松竹キネマ、すべてサイレント映画である。すべて制作は、 日活京都撮影所第2部配給は日活すべてサイレント映画であるすべて制作は日活大将軍撮影所配給は日活すべてサイレント映画である審判大岡星団のスチル写真左から伏見直江大河内伝次郎高木英二。特筆以外すべて制作は日活渦正撮影所すべて配給は日活 すべてサイレント映画である。すべて制作、配給ともに、布告映画、すべてサイレント映画である。織田信長のスチル写真。左が宮城佳子、右が高木英二。特筆以外すべて制作は、日活渦正撮影所。すべて配給は、日活。すべてサイレント映画である。すべて制作は、日活渦正撮影所。すべて配給は、日活。 特筆以外すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は日活玉川撮影所。特筆以外すべて配給は日活。特筆以外すべてトーキーである。ありがとうございます。